おはようって時間じゃないでしょ。どこが巧みな言い回しなんだか。準備はね。交流祭までなんて時間がなさすぎる。とりあえず今の私にできる限りはやるつもりだけど。無理よ。今の私に昔の私を超える絵なんて描けない。この絵は ずっと離れてたから腕が落ちてる。簡単に言うわね。一日絵を描かないだけで画力なんて落ちるのよ。自分を取り戻すのに3日かかるって言われてるくらいだし。え1日で1年分なんて物理的に無理よ、バカね。やっぱバカって完成するのかな。ユウトと一緒にいると私までバカになってるみたい。一応ね、なんかできるような気になってくるもん。自分の納得いくものを限られた時間内で仕上げる。根拠のないセリフ。思いっきり裏切るかもよ。それじゃ始めよ。時間もないしね。ラフの感想を教えてほしい。だからよ。こういう創作物に素人の意見は結構参考になるのよ。うん、専門家とか知識があったりすると視点が違うのよね。言うとさ、モナリザの絵を見たことある？じゃあさ、モナリザが世界一美しいと思う？でしょ？でも私から言わせてもらうと、モナリザの絵は美しいの。勘違いしてるんだけど、誰もモナリザ自身が世界一美しいなんて言ってるわけじゃないの。構図や光彩、それらの技法のすべてが完璧に近い形で描かれてる。そう、美術的見地から見るとモナリザは世界一美しいのよ。でも素人にはわからないでしょ。それじゃあ、私の絵を見るのは専門家？素人？でしょ？
私は芸術家じゃないんだから、専門家にしかわからないような絵は描かない。見る人すべてが何かを感じるような絵を描く。そこまで期待してないけどね。よろしく。簡単に絵柄なんて変わらないわよ。し、それは言っちゃダメよ。しばらくは模写を続けるつもりだから、何事も原点回帰は大事ってことね。創作物ってものの入り口は模倣よ。自分が影響を受けた何かを模倣する、それの繰り返し。何かに影響を受けて始めるっていうのがほとんどだからね。そう、だから少しだけオリジナリティを加える。そうね、私の考えだけど、完璧なオリジナルなんてこの世の中に存在しない。6対4くらいかしら。うんうん、模倣とオリジナリティの比率。そんなもんでしょうね。6が7になったら疑われるかもね。まあ、模倣が7でも何を模倣するかによるけど、マイナーのやつを模倣すれば8でも疑われない。でもメジャーのやつだと6でも疑われる。要は気づかれるか気づかれないか、それだけの違いよ。それで商売をしようとするとね、私みたいに好きにやってる分には別に難しくないわよ。さーて、続き。時間なんだ。晩ご飯食べてく？そう、食べていくのね。ゆうたの分も用意させるから。お母さん、晩ご飯1人前追加して。
何ジロジロ見てるのよ。家に連絡しなくていいの？そう、それじゃできるまでゆっくりしてて。もうしばらくかかると思うから。一人前追加したからね。その分の時間よ。だな。拷問、拷問にあったの？そんなことしたら主人公失格だぞ。私はもう終わりにしたんだけど、そう、だといいんだけど、なんか勘とかじゃないような気がするの。うまく言えないけど、
かりだね。そんなことない。でも書けないの。なんで同じ顔なのに。そうね、リブロにでも行こうか。自分で食べた分くらい払うわよ。ゆうちゃん、それにゆみちゃんも。私の名前知ってるんですか？ゆうちゃんに聞いたからね。そうですか。空いてるわよ、案内するね。ちゃんの大好きなゴルゴンゾーラのピザですよ。どうも。うん、ゆうちゃん細かい。お母さん面白い。のんのん。お母さんじゃなくて、しょうこちゃんって呼んで。はい、しょうこちゃん。よくできました。ゆみちゃんがお母さんって呼ぶのはもう少し先よね。なんで私に聞くのよ。うんうん、青春ね。ゆうちゃんが怖いので仕事に戻ります。
送ってくれてありがとう。何よ。どんな恐怖よ。昔のことをぐちぐち言うなんて男らしくないぞ。どういう意味よ。しりとりで読みに勝ったらいいぞ。本当ですか。勝てたらな。望むところです。こう見えてもしりとりは強いんですから、無敗です。そうなんだ。はい、病気で寝てるときによく一人で遊んでました。一人しりとりです。これぞ死神ヒオウギ、ルテン無垢。うわー、なんか日に日に顔色が悪くなってるわね。寝不足？疲れてるのね。眠いなら私のベッドで寝ていいわよ。ふかふかだから。この前寝たくせに。
なんで、なんで書けないの？体調管理くらいきちっとしなさい。自分のおでこ触ってみたら？38度。随分と高い平熱ね。はあ、本当にバカって風に気づかないのね。なんか最近倒れてばっかね。やわなユウトがいけないのよ。とりあえず風邪薬、サンドイッチ作っておいたからそれ食べて飲むのよ。食べられない分は残していいわよ。私が食べるから。しばらく横になってていいから。何が？そんなこと気にしないでいいわよ。言ったでしょ、そばにいてくれるだけでいい。ちょっと昔を思い出してね。昔はレナが寝てて、私が絵を描いてた。そう、レナとは似ても似つかないけどね。今描いてる絵もあの頃の続きだからさ。気づいたらユウトの顔描いてた。レナの顔描かなきゃいけないのに。そりゃそうよ、だって目の前にいるんだから。
かけるわよ。どれだけ見てると思ってるの？違うわよ。本当に可愛くないわね。昔のユートなんて描けるわけないでしょ。それは内緒。完成した絵を見ればわかるわよ。というか、わからない、伝わらないようじゃダメってことね。間に合わせるのよ。さーて、描くわよ。風邪薬が効いてきたのかな。眠かったら寝ていいから。おやすみ。